清浜駅は三重県四日市市にある近畿日本鉄道日本貨物鉄道の駅である。駅番号は近鉄が E24。近鉄の名古屋線と JR 貨物の関西本線が乗り入れる。両社の駅は隣接しているものの、期間が異なるため線路はつながっておらず完全に独立している。駅構内。近鉄の旅客駅と隣接する。 貨物駅島式ホームに面に四線を有する、対比可能な地上駅で、京上駅舎を備える。ホーム有校長は6両編成分である。改札口は1カ所のみで、駅で入り口は、東西双方に、各1カ所設置されている。近鉄塩浜研修車庫が隣接しており、乗務員区所の塩浜列車区が設置されている。トイレは改札内京上駅舎内に設置されている。乗り場、 昭和四日市石油へ出発する貨物列車三菱化学へ出発する貨物列車近鉄塩浜駅に隣接し駅の着発線を有する操車場と近鉄海三道駅に隣接する即線群からなる。着発線は到着線一線と出発線一線からなる。最も西側の線路が到着線で、その東隣が出発線となっている。 出発線の東側には、貨車留置線が、計10本付設されている。構内は、すべて非電化であり、駅構内の入れ替え作業は、JR 貨物が保有する、本線検引機が担当する。石油輸送用タンク貨車の常備駅であり、四日市駅と当駅で分担して留置されている。専用線、あたり駅に接続する、専用線、専用鉄道は1本のみ存在する。 廃止された、専用線あたり駅は、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅で、ある。取扱い品は石油であり、タンク車で、昭和四日市石油専用線から発送される。発送先は、南松本駅である。かつては専用線発着のコンテナ貨物として、化成品の扱いもあり、タンクコンテナで輸送される酸化エチレンや、タンク車で輸送される、液体塩素である。 三回地連は奥の谷浜駅から三菱化学専用線へ運ばれ、液体塩素は昭和町駅から石原産業専用鉄道へ運ばれていた。現在は四回地駅までトラックで運ばれる。2013年3月改正時点では、上り列車は高速貨物列車が1日1本のみ、稲沢駅を経由して南松本駅まで運行を。 専用貨物列車が1日5本運行されている。下り列車は高速貨物列車が1日1本、専用貨物列車が1日3本運行されている。当駅乗降人員近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。利用状況、三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 塩浜駅の利用状況の変遷を可表に示す。駅名にもなっている塩浜とは周辺に塩田が存在したことが由来している。ありがとうございます。